はい、皆さん、こんにちは。代々木ゼミナール世界史講師、佐藤幸雄です。本日は大阪で収録しております。めっちゃ狭い部屋で暗いんですけど、頑張ります。さあ、それでは、共通テストの、実力復習テストですね。それの第4項になります。今回は、アジアの植民地化です。まあ、列強がね、アジアに進出してくるんですけど、何せ広い。アフリカ、西アジア、南アジア、東南アジア、中国、朝鮮、全部入ってます。なので、どこを出そうかちょっと悩んだんですけど、一応こんな感じでやりました。それでは早速始めましょう。さあ、それでは、第4項、列強によるアジアの植民地化になります。いつも通りですが、yukiobible.com の、世界史バイブル掲示板はこの右側の QR コードから入ることができます。で、復習テストのところありますので、そこからプリントをダウンロードして、問題を解いてからこのコースを見てくださいね。解いてもらわないと意味がないので、まあ、どんな感じなのか、試してください。もちろんもう第4回ですから、1回から3回、1学期も12回ありますので、まだやってない人は急ぎやってください。慣れ。すべて慣れ。実は昨年のもあるんですよ。昨年のと今年の問題違いますから、やってください。では、早速始めましょう。それでは最初はアフリカの問題です。これね、アフリカ地図いらないんだよね、本当は。いらないで解けるんですよ。だけれども、地図っていうのは、そういう意味でヒントになってるんですよ。だから自分の知識を、この地図で確認して、お、合ってる合ってるってやった方がいい。だから地図本当はいらなくても解けるんです。ね。じゃあやってみましょう。それではまず最初です。今回、ベルリン会議とファシュラ事件を年表として出して、で、あとは独立した2つの国があるよということを示しています。それぞれについての問題なんだね。で、これはいつも通りなんだけど、どっちかが合ってて、どっちかが間違ってる問題なので、この場合は。なので、2択なんだよ、基本は。2択なんだけど、その2択が3つあるから、いっぱい選択肢が出ちゃうわけです。でも、いつも言ってるね、この6個の選択肢、全部できなくてもいいわけですよ。つまり、どれか絶対自信のあるものを1個バスだってやっただけで、まず半分になりますから。で、さらにもう1個これだってやると、またあと残りバツになりますよ。結局最後2択になるんですよ。だから、よく言う通り、全部の知識を知ろうとしないでください。慌てない。自分のできるところを確実にできるようにして、で、あとは、まあ、運に任せる方のが、できない人はいいです。できる人はダメだよ。ちゃんとやらないとね。じゃあやってみましょう。まずベルリン会議です。ドイツ統一したビスマルクが提唱した。これね、実は気をつけなきゃいけないのは、このね、統一したっていう言葉で、統一する前の出来事だったりすることもあるんですよ。70年にフランス破って統一でしょ？ 71 年のドイツ統一で。なんだけど、まあ、今回は84年だから後なんだけどね。例えばデンマークと戦争するとか、オーストリアと戦争するのは統一の前だからね。もしそういう問題が出たら気をつけてください。でも今回は明らかに私有地。ベルリン会議で私有地っつら、コンゴ自由国でしょ。ベルギーって書いてあるじゃん。だから絶対ポルトガルがバツ。ヒントになっての地図がね。いいですか？はい、E 行きましょう。E は、モロッコ事件の影響で勃発した、よくある言葉です。なんとかの影響でって言った場合に、この影響で起きるってことは、モロッコ事件の方のが前にあるということです。ファシュラ事件は98年、モロッコ事件は05年と011年です。だから絶対に前ではない。ただね、問題は次が正解なんですよ。で、多分苦手な人は、なんで日露戦争なんて入れたんだろうって。ファシュラ事件が98で、日露戦争は4年5年じゃん。だからもちろん日露戦争のが後なので正解なんですよ。でもそんなの年代問題だろうって思った人いるでしょ。それは知識不足なんです。知識不足というか、僕共通テストの授業では話してないです。難しいから。でも次第の人には話してるので、次第では出るんですよ。だから一応聞いといてね、共通テストではここまで細かくは絶対出ないけど、日本とロシアの喧嘩ではあるんですが、実は日英同盟ってあるの知ってるよね。だから日本側にイギリスがついてることになる。あと、ロフツ同盟ってあるでしょ。ロシア側にフランスがついてるんですよ。だからもしですよ、この日露戦争が起きると、ちょっと間違えれば、イギリスも日本側、フランスがロシア側ってなると、イギリス、フランスもこの戦争に巻き込まれる可能性がある。今回、ファシュラ事件はイギリスとフランスが喧嘩してるんですよ。
でもイギリス、フランスはもちろん極東でなんて戦いたくないですし、日本のためにイギリスが命を落とすなんてもう考えてもないですかね。そしたら実はイギリス、フランスはあんまりこう戦いたくないんです。でも今回は銃弾と砲弾でぶつかってるわけじゃない。で、その後に日露戦争が起きたわけなので、いや、これはちょっとこれで巻き込まれるの嫌だから、ちょっと今回はお互い手引いた方がいいかなってなるんだよね。これがあの有名な1904に結ばれた英仏協商なんですよ。で、実はその翌年に、ドイツがモロッコに来ることをイギリスは実は察知していて、そういうのもあったので、まあ、フランスを上手にこう折れさせて、今回これはフランスが折れたことになってるのね、ファシュタ事件って、英仏協商を結ぶ際に。で、ほらほら、ドイツ来るぞって話になって、で、ドイツの方に迎える。だ今度は05年に、ドイツ対フランス、バックにイギリスがついてるね、フランス側にね。っていう対立になるってことです。これはまたね、次の単元なので、その次の単元に問題ちょっと出しますよ。ってことで、まあ、ここに日露戦争があった理由はそれだよってことで、別に知らなくても大丈夫です。でもね、実はウが一番最初に分かるのに気づきました。だって、この F おかしくないですか？現在のリビアがその一つで、よく見るとリビアそこに書いてあるのもらって。で、リビアはイタリア領って書いてあるし、これ、あれでしょ？イタリアトルコ戦争ですよ。ローザンヌ条約で。そしたらこの二つの独立国の説明になってないわけじゃないですか。これ絶対罰でしょ？ってことは、この選択肢の中で F があったら絶対罰なんだから、もう実は分かるところからやると、もう4択になっちゃって、あ、3択になっちゃってるんですよ。で、この3択の中で、あといのどっちかが分かれば、例えば絶対 B は違うって分かれば、まあ B が消えるわけだから、ここは全部消えるわけなんで、もこれで2択になっちゃうんですよ。これが共通テストの問題の作り方なのね。なので、私立みたいにこう、一発バーンって感じじゃないわけですよ。少し考えれば、なんか自分の知識で解けるようになってるってことを知っておくと便利。OK。はい、じゃあ次行きましょう。さあ、またまたイギリスのインド支配になります。これはもう必ず出るのは、イギリスがどうやってインドを支配したのか、その支配の観点、内容、もしくはそれに関わる法令、こういうものっていうのがここ絶対出てくるんですね。で、そうすると、これ実は教えててさ、イギリスは分割統治っていうのをやっていて、で、とにかくインド人を中で対立させることによって繁栄を抑えるって考え方、覚えてます？ 3 つあるの。俺の顔出していい？ 覚えてる？ 3 つあるの。ね、1つはイスラム教とヒンドゥー教をぶつけさせる。もう1つは、今ここに書いてあるけども、イギリスの直轄地と、ね、自治をもらってる。だから違う、この紫色と緑色って両方ともインド人なんですよ。だけど、待遇が違うので仲が悪いように作ってるわけです。で、ここで喧嘩させる。あともう一つが有名なカースト制度。カーストは本当ダメなものですよ。でもそれを認めちゃうことによって、自分の国はダメなのにね、人権差別は。でもここはいいんですよ。で、それでカースト同士を対立させるという方法を取るわけです。これが有名な分割統治なんだよね。だから、実はこの問題見て、まあ少なくとも、本当はもうこの B が×で、ね、で、この D が×でっていうのは、もうこれ分かっちゃうんです。この統治の内容をちゃんと知ってれば。あとは知識として難しい A。インド帝国の首都はどこにあったのか。ムガル帝国はデリーにあったけど、インド帝国はカルカッタ。ここです。このカルカッタにあるんです。だから答えは、後にまあデリに移されるけど、まあ、カルカッタは罰になる。で、答えはだから C ってすぐ分かるんだけど、実はもともとはその統治の内容がテストに出やすいんだってことを忘れないでおいてほしい。OK？ はい。じゃあ次行きましょう。さあ、東南アジアです。まずね、これを見たときにみんなは多分思ったと思うんですよ。なんだ、イロハにホゲトってみたいな。しかも、イロハニホゲトはまだしもね、この俺も中国分かんない、チリヌルオワカヨレタ、あれじゃない、よく分かんない。これ、あいうえおじゃないわけさ。で、
誰が作ったのか分かんないけどさ、これある私立大学の入試問題から引き抜いてる地図なんだけどさ、多分ね、みんながここ見て、先生、唐からソってこれ逆じゃないですか。だってソのが先じゃないで、確かにあいうえおだったらソのが先なんですよ。だけどこれあいうえおじゃないからね、いろはにほけとなんてとのが先なんですね。ほうね、まあ別にいいんですけどさ、じゃあ早速やっていきましょう。問題です。今回はただ地図とその植民地の国との組み合わせの話です。つまりここにあっているイロハニ、ホヘトがどのヨーロッパの国か当てるってことでしょ。あ、基礎の基礎ですよ。で、ホがタイだから独立国なんだってことでしょ。それがまず第一条件です。そこにちょっと肉付けで知識が入っている問題なんで、このイロハニ、ホヘトが分かんないともう解けないってことですよ。分かるね。アフリカとそれは同じ。アフリカ分割とか中国分割と同じです。じゃあ行きましょう。1番、タを建設した、タってマニラですよ ね。マニラを建設したのはスペインですから。なのでそのスペインは19世紀末に、はこれオランダでしょ、インドネシアだから、オランダと戦ってんのスペインって、いつの話ですかそれ。オランダ独立戦争ですか。19世紀末ってことはこれアメリカスペイン戦争でしょうね、誰が見ても。なのでこれは歯じゃなくて、これアメリカに敗れないですよ、アメリカ。 OK、 はい、次2番いきます。ほこれタイですよ、独立国でしょ。なんでこれ説明おかしいですか。だからこれはほが間違ってて、これはイギリスのことを説明してるから、イが正解だよね、イギリスは。これで3番のポイントは実はクリミア戦争だね。でナポレオン3世がロはだってベトナムだからフランスでしょ。その時にヨーロッパ史全然できてないと、あれクリミア戦争ってフランス勝ったっけみたいな。でここでみんな止まる人も絶対います、この部分で。でもだよ、でもだってここミンって書いてない、ミンじゃないでしょ。ベトナム持ってたの真の時代じゃないですか。だって時代違えた、これ19世紀の話してんだよ、ミンなんてもないでしょ。だから慌てないこと、絶対に分かるところが間違いですから、基礎で。難しい絵っていうのはあんまり出てこないから心配しないでください。ちなみに4番はカガジャカルタ、バタビアですね、これね。でここから植民地化が始まったオランダで、難しかったのはこれ多分要はブルネイだと思うんだけど、まあ、それは置いといて、このブルネイのある島っていうのはこれボルネオ島です。北と南に分けるのって勉強しました。これ線引けるかな。実はね、これ19世紀年代でいうと1824年にイギリス・オランダ協定ってのがあって、で、まあ、お互いオランダもイギリスとは喧嘩したくないし、イギリスもオランダとは戦いたくない。それなくてもこのタイを挟んでフランスとも喧嘩しそうなんだもん。だってお互いなんかあまりこうここで対立したくないんですよ。というのもあって、じゃあここはお互い取らないようにしようって、ここから下にはイギリスが行かない、その代わりル・マラッカとをもらう、オランダからもらうことと、あとシンガポール、これをイギリスとして認めると、そういうふうにしようっていうことになったんだよ。で海峡植民地ができるじゃん、1826年にね。その前ですよ、24年だから。でもこれがなぜテストで重要なのかっていうと、今のマレーシアって半島だけじゃないよね。実はこの島の上持ってるよ、マレーシア。だってマレーシアはイギリスの植民地だもん。でもこの下のインドネシアはオランダの植民地じゃん。だからボルネオ島の人には失礼なんだけど、ジャングルを勝手に切っちゃって、今上マレーシアで今下インドネシアですよ。おかしいでしょ。どうやってこれ国境越えるの、これジャングルになんか線引いてんのこれ。でしょ。だからこういうことをね、ヨーロッパはやってきたわけよ、ひどいこと。だボルネオ島の人にとってはなんだよって感じじゃん。だって親戚がいたかもしれないし、昔ここってことなんですね。はい、覚えておきましょう。では次いきます。さあこれは知ってるでしょ。ここに9人立ってんだよ。8カ国共同出兵なのになんで9人なのか。それはイギリスがお忙しくって来られなかったから、代わりにインドが来てるので、英領インドの人がそこに立ってんじゃんよ。だから9人になっちゃったんです。次第だったらもっと細かく出る。イギリスは、ブール戦争、南亜戦争が忙しくってブルー人と戦ってる。でアメリカは
フィリピンでアギナルド鎮圧に大変で、それで結局、あんまり来られなかったんですよ、イギリスとアメリカが。なので、お近くのロシアと日本がいっぱい来て、これがきっかけで後に日露戦争になるんだよっていう話は、この義和団事件矢印、日露戦争っていう流れは一連の流れなんです。それは本当は知っときたいんですよ。細かい背景はいらないけれど。それは知った上でですよ。まあ、この問題はもっと簡単ですけど。実は A と B、それぞれあって、それぞれのに対応する言葉があるわけですよ。ただ、わざと1個難しくしました。B の方の選択肢を難しくしてるんですよ。だけれども、実はこう消していくと、それ知らなくても答えが出るって形にしているんですね。だから、この問題見て慌てないことです。じゃあ、まず行きましょう。実は A と B 両方合ってません。もちろんですよ。これは真で起きた、義和団事件。これを鎮圧するために出兵したんですね。で、その背景と結果が、その下に書いて、これ、あれ、これ、その他の、その背景では、その背景と影響だね。これ、両方とも入ってますけど。っていうふうなものを知っておきましょうってことで、まず、選択肢は、あいうのどれからですよ。このくっつけてる。だって、A の選択肢は、あいうしかないからね。そうすると、まず、漢民族国家の復活、満州人を追い出す、これ、滅亡交換でしょ。滅亡交換って、太平天国の乱じゃない？なんか罰だよね。で、これ、意が合ってて、意が合ってんだけど、で、この明治維新を模範とした立憲君主を目指す。これ何？反乱？これ違うね。戊戌の変法だよね、これね。変法運動だよね。違うよね、これね。反乱じゃないしね。ってことは答えは意なんです。これはもう絶対的に意なんですよ。だって、あとうは絶対違うもん。だから、あとうは罰なので、こういうふうにやるの。いい？そしたらもう答えは絶対に3か4で2択なんですよ。みんなこういう解き方をもう知ってほしいの。で、そうすると B の選択肢は A とかなんだよ。だからもう O はどうでもよかったんです。O に悩んだ人いる？ O はここが間違ってんだよ。もちろん南京じゃないよ。北京条約だから。北京議定書だから。でももう北京議定書忘れちゃったと。でもいいの。だって選択肢に O ないんだから。A かかです。つまり A の文章が合ってるのか、かの文章が合ってるのかでわかるけど、これは、この後話したその事件の後に日露戦争が起きると。で、イギリス、フランスは少なかった話したじゃないですか。別にイギリスは対抗するために仲良くなるわけないじゃないですか、どこかでも。なんで、これは日露戦争があることを知っていれば、この部分が×になるから、答えは A ってなるので、ここで答えは3になると。お、わかります？だからみんなが覚えてきたもの、空欄補充一問一答ではなくて、その背景とか結果とか影響とか、そういうのを知ることなの。だ、日露戦争の名前がちょっぴり間違ってても大丈夫だって。そうじゃないよね。それが起きたことによってどうなったのか、それの影響は何だったのか、ね、何が影響で起きたのかっていうのがテストで聞かれる内容なんです。重要。よろしいね。だ、今回は AO かの方が難しいんですよ。あいうの方が優しくしたってことですね。はい、おしまいです。はい、最後の問題です。なんかこれ、ずらっと書いてあるからさ、どっかになんか回答のヒントがありそうだよね。こんなに多分本番でこんなに書いてあるものはもちろんないと思うんですけど、これいつものね、世界の地図をお借りしてるところから借りてるんですけど、いきますよ。下のアジア、アフリカの植民地に対する抵抗運動。まあ、植民地に対する抵抗運動じゃないのも載ってるけど、を示した地図、この地図にある事件や運動を、で、正しい文章を下から選ぶんですね。で、これは残念ながら選択じゃない。それ、どれとどれの選択じゃないから、これは仮と知識やないと解けないですね。選択できないから。なので、わざと、本当だったら多分おそらく、本当の問題は、例えばこの下に、6つぐらい選択肢があって、1と5とか、1と2とか、4と5とかなってます。多分なってます。で、それで、明らかに×のものを消していくと、その6択だったのが2択ぐらいに絞れるパターンになる。さっきと同じパターンです。でもちょっとそれじゃもうあまりにも優しすぎるから、今回は1個ずつちゃんとできるようにしてもらおうと思って、知識の確認です。いいですか？行きましょう。まず、間違ってるんですよ。現在のトルコ、イラン。で、起きた革命ってことは、ここでヒントだよ。青年トルコ革命と立憲革命とか、タバコボイコット運動とか、この辺だね。トルコとイランだから。で、起きた革命によって、それぞれ新しい国が生まれる。これ、青年トルコ革命って新しい国できてないよね。そうだよね。これ、ケマルパシャのトルコ革命だよね。
できてないし、これ、立憲革命も失敗してるし、タバコボイコット運動は成功したけど、別に新しい国はできてない。時代が違う。でもみんなは単元別にやってるから、これはすぐ手罰に分かるんだよ。単元別でやってないと、この後ケマルパシャが出てトルコ革命とかやってくるから、レザーハーンがイランでクーデターを起こして新しい国作る、混ざっちゃう時がある。気をつけてください。はい、次。これバスね。はい、2番。アジア、アフリカ、あ、間違い、アフリカ、西アジアで起きた運動革命、すべて失敗した。ここに乗ってるのはマフディだな。これ失敗したね。で、ウラビー運動、これも失敗したね。で、青年トルコ革命、これ成功してるよね。タバコ、これも成功してるよね。イラン立憲革命失敗。ってことは、別に全部失敗した。まあ、マジ、これね、すべては危ないね。いつも言ってる、久しぶりだ。すべてが出たら疑いなさいっていう。ね、すべてじゃないことが多い。はい、3番。南アジアの、これ、南アジアのオランダ植民地ってないし。ない。オランダないし。もうイギリスに取られちゃってる、全部。だって色見てごらんよ。みんなピンクじゃないですか。だからまあ、分断政策はさっきやったけども、これはオランダじゃないよ、イギリスです。あ、4番。20世紀に入ると、東南アジアにおける抵抗運動は静まった。ってことは1900年代あるよ、あるよ、あるよ。あ、これ全部1900年代、全部1900年代じゃあるよ、静まってないよ。ね、だからこれは読み取れるんですよ。はい、5番。フランスとオランダの植民地で起きた運動。フランスの植民地、これだね。例えばこれ。ちょっとドンズ運動。あとはオランダってことは、このサレカとイスラム。だね。この辺で起きた運動は、日露戦争の影響を少なからず受けてる。日露戦争は04から05。これ05、11。これ覚えてる？日露戦争の影響ってすごかった。このカルカタ大会も、イラン立憲革命も、青年トルコ革命も、実はこれ全部日露戦争の影響があるんですよ。あとほら、書いてないけど、日本でね、中国同盟会ができたとかね。それも日露戦争の影響なんです。知っときたいね。だから少なからずは、まあまあ、なんかちょっと謙虚に言ってるんですね。だから5は正解となります。でまあ、他1個、ここまで×だから、あと1個間違えてればもう丸に決まってんだけど、どっちか。どれか×だって分かればいいんですよ。中国で起きた運動、ここにあるのは、これだね、鉄道国有化運動と、義和団事件と、あと、朝鮮だから、あ、朝鮮は書いてないか。運動、辛亥革命の影響を受けた。出た。辛亥革命の影響を受けた。ってことは、辛亥革命のが前にないといけないけど、辛亥革命11年、12年ですよ。違うよね。当たり前だね。だって教科書では辛亥革命の後に勉強するわけだから、な、罰ですよ。あ、終わり。もうこれで5と6しか残ってないから。だけど6が合ってるかどうかは、まあ、日本の植民地ってことは、台湾と、ここだね。で、あとは、朝鮮です。で、もちろん鎮圧してます。武力で鎮圧してる。合ってるね。だからもうしょうがない。もう、1、2、4、6が間違ってるから、もう5と6、7は合ってるんだよってなるわけです。自信を持って罰にするところを注視しておけばいい。以上です。この最後の問題は広い問題で、全体を復習するのにはいいと思いますよ。じゃあまとめましょう。さあ、共通テスト、チェックポイント16になります。1つ目、アフリカ分割、必ず地図暗記です。暗記っていうのは、どこの地域をどの国が取ったかですよ。年代はまあ後回しでいいから、必ずですよ。あと、独立国の場所、必ずです。2番、インド。これはもう何度も言ってますけど、統治ないよね。その、いわゆる分割統治の話です。で、イスラム教とヒンドゥー教の関係、ね、あと法令、ベンガル分割令とか、後に出てくるローラット法とか、こういうのがすごい関係してくるので、ここは単語を覚えるよりも中身を知らないとインドは危険。前回もインド出したじゃん、綿花で。ムガル帝国滅びるところ、あそこからね、つながって出てくる可能性がある。3番。東南アジアはね、1番と同じで、地図は絶対暗記です。ただまあ簡単だから、だって少ないじゃないですか、アフリカと比べて。だからまあできるとして、さらに言うと、さっきも話した、その欧米の諸国の関係、イギリスとオランダ、イギリスとフランスが対立してる、フランスはヨーロッパでロシア破ったとか、そういうのを知った上で東南アジアは知らないとダメね。東南アジア単独でやるんじゃなくて、さっきのクリミア戦争の問題みたいに、ヨーロッパとつなげることは絶対に必要です。それで4番、中国史の事件。
今回義和団事件でしたけど、やはり欧米の事情は重なります。どこの国とどこの国が喧嘩してる、さっき言った通りアメリカとイギリスは忙しかったとか、この後日露戦争が起きるとかっていう、だからただ単に中国史の中だけではなくて、そのヨーロッパで起きてる出来事、周辺で起きてる出来事もちゃんと知ることです。最後5つ目、やはりね、あれを見て分かる、あそこに実は人物が加わるんですよ。民族主義者とか改革者とかです。そういう組み合わせは簡単で、地域とよく間違い探しね、人と国が間違ったりするわけですよ。結社と組織と国が間違ってる、場所が間違ったりします。最低でも単語カードで、例えば、じゃあ立憲革命イランとかね、もしくはじゃあファンボイジャウ、ね、ドンズ運動ベトナムとか、もう最低ですよ。最低そのぐらいは知らないとダメだから、それも暗記してない人は必ず単語カードでやってください。ということで、最後のチェックポイントは地域と人物組織の組み合わせでした。じゃあそれをちょっと簡単にこのぐらいは知っとけよっていうのを用意したので、それを見てもらえればと思います。それではホワイトボードを見てみましょう。はい、それではやってみましょう。この部屋、顔が暗い。ちょっと、俺の顔が黒い？暗い？どっち？まあいいでしょ。で、あと、今日さ、ペンを忘れちゃって、東京に。だから、赤と黒しかないんで、ごめんね。なんか、ここに置いてあるのが赤と黒しかないんで、同じでも、同じマーカーです。俺が使ってるのと、この事務所はね。ってことで、頑張りましょう。さあ、もう見て暗記するだけなんで、ちょっと見てもらえる？ちょっと画面狭いかな。俺どくね。今ここに載ってるのが、いわゆる民族主義者、革命家、改革者の、まあ、よくテストに出るものです。まあ、ちょっと難しいのもあるけれども。で、これはさっき言った通り、人と国の名前は絶対に、絶対ですよ。に当てがわれなわけはいけないんです。だけれども、ちょっと中身も人によって違うんですよ。あと時代がちょっと違うので、共通テストの場合は時代は気をつけなきゃいけないですよ。19世紀の説明してんのに、問題の選択肢の中に18世紀とかいたりするから、それはダメです。気をつけないと。で、この中で気をつけるのはもうかもしれない。ガンディ。ガンディはもちろん19世紀に生まれた人だけど、インドで活躍するのは1915年以降、第一次世界大戦以降なんですよ。だからこれもし19世紀って聞かれたら、この人は入れちゃダメです。だから一応カッコにしておきました。あとはアラブ人の民族主義ですな。ワッハーブ、覚えてます？このワッハーブ派を、まあ、自分の国、自分の一家の、宗教としたっていうんで、ワッハーブ王国っていうのを作った人、ムハンマド・ブン・サウード、サウード家、後のサウジアラビアの、まあ、祖先になる人だね。で、彼ってアラブ人、民族主義者なわけですよ。だからこの中に入れたんだけど、実はこれ1700年代なので、この人18世紀なんです。だってみんな教科書勉強した場所違うでしょ。今回の範囲のところで勉強してないもんだって。これもうちょっと1個前のところ、オスマントルコのオスマン帝国の衰退のところでこれやってるの。だからちょっと時代が違うので、もし19世紀の限定で出た場合に、もしくは19、20世紀の限定で出た場合には気をつけてください。いいね。じゃあちょっと確認しましょう。まずトルコからイランで、この人何だか覚えてますね。タバコボイコット運動でも活躍してますよ。パンイスラーム主義って言って、民族を超えてイスラム教徒は団結しましょう。だから民族主義者ではないよ。違うよ。だってイスラム教団結しましょうだから、民族を超えるわけなので。で、民族主義っていうとトルコのこれなんですよ。これ人の名前じゃない。青年トルコ組織のこれね。この青年トルコ党とみんな言ってるんです。この青年トルコは民族主義。トルコ民族主義です。なので、オスマン帝国っていうのは割とほら、オスマン人って言ってさ、宗教とか民族関係なしで、オスマン帝国の中にいる人みんな仲良くしようね。ローマみたいな感じだったんです。まあ、いい国だよ。だけども、そういうことをするからダメなんだっていうのが彼らの考えでもあるんですよ。なので、トルコ民族主義を唱える。まあ、軍人さんが中心。まあ、この中にほら、ケマルパシャとかいるわけです。だから、ケマルパシャとかはすごい民族主義者でしょ？トルコを作った時に、すごい他の民族とか弾圧する。コルド人とかアルメニア人とかね。っていうことです。さて、他のところは多分覚えてると思うよ。ウラビーパシャ、陸軍大臣だけど、この人はもともとは立憲です。
エジプトを王政から立憲君主、絶対王政から立憲君主にすることだったんです。なんだけど、やっぱり王様にイギリスがくっついちゃってるから、自然に立憲だったんだけど、繁栄にもなっちゃうんですよ。当たり前だけど。で、ムハンマド・アフマドはあの有名なマフディの乱。彼は自分のことをマフディ、アラビア語で救世主です。で、サモリトゥーレは民族主義だね。これ西アフリカです。フランスに対抗。だちょっとね、それぞれちょっとずつ違うんですよ。私立だとかなり細かく出てくるので、そこら辺は分けなきゃいけないけど、まあ、この立憲とか立憲じゃないとかね。だって、マフディの乱っていうのは立憲じゃないもんね。これってイギリス、エジプトに対してです。スーダンはエジプトにも支配されてるか。っていうのもあるんですね。で、ティラクとタゴールはちょっと難しいですね。から、ベンガル分割令に反対して、カルカタ大会の指導者になった2人です。タゴールあたりはベンガルの出身の人で民族教育唱えた人だから、ちょっとレベルが高いかもしれない、共通テストだと。ただ、この2人が出たらインドだってことぐらいは知っておきましょう。はい。で、タイです。タイは、これはみんなの想像するような民族主義者じゃないですよ。当たり前だけど、両方とも王様。だから、改革者だよね。で、ラーマ4世、お父さんの方はそれほどでもないんですよ。しょうがなくイギリスの要求を飲んで、イギリスの近代化を入れることになるけど、実際にやったのは皆さんご存知の通り、ラーマ5世、着理改革ですね。だから絶対間違えちゃダメだよ。着理改革っていうのは、あくまでも西洋近代化である、絶対王政をやめて、立憲君主にするものじゃないです。それはみんなの知っている立憲革命っていうのがこの後あるんですよ、タイで。そうです。だからもしかしたら一応絶対王政です、基本は。鉄道を作ったり、外国語を勉強させたり、あとは奴隷制廃止したり、あとなんか集権制みたいなの取ったりするっていう。まあいいことをやってるけど絶対要請なので、他とはちょっと一緒にはならないから気をつけてね。で、一番出るね、ファンボイちゃん。一番出ます。ドンズー運動ですね。だから彼はすごい日本に期待をしてたんだよね。だから日本にこう、運動を送った。これは、実はね、後々ね、戦後史に、マハティールっていう首相がね、マレーシアに出てきて、で、マハティールも、やっぱ日本の近代化、韓国のね、そのすごい西洋化の速さ、近代化の速さを真似して、じゃあ、うちも真似しようっていうんで、ルックイーストっていう、東を向こうっていうのを提案した、もう明らかにこの人の真似ですよ。この人も留学生を日本に送って、日本の近代的な考え方を入れようっていう、したんだけど、日本に裏切られちゃうんだよね、これ。で、結局、しょうがないからっていうんで、日本じゃなくても、ね、中華民国に近づくんです。辛亥革命の後の。でも、辛亥革命、知ってる通り、辛亥革命もうまくいかないじゃん。軍事独裁になっちゃうので、なので、まあ、残念ながらファンボイチは諦めちゃう。維新会っていうのを作ってるのが、明らかに明治維新好きだなってわかるんです、ね。さて、フィリピンです。これもよく出ます、この2人。で、違いは、ホセ・リサールはスペインに対抗した。これはもう共通テストはこのレベルでいいです。アギナルドは最初スペインに対抗したんだけど、アメリカに裏切られて、このアメリカに対して怒るみたいな話です。だから時代で言うと、こっち19世紀でこっち20世紀なんですよ。だけど、まあそこは分かれないから、相手が違うってことは気をつけるといいかもしれないね。で、サデカとイスラムも、これは喧嘩幕オランダになる。主に商人が中心となった、イスラムの組織です。で、さっきも言ったけど、やっぱり日露戦争の影響ってやっぱ強いわけですよ。で、この辺はちょっと早いですけど、例えばファンボイチャーもそうだし、このイスラーム同盟もそうだし、青年トルコもそう。あとは、この辺なり、ね、ティラク・タゴールも日露戦争の影響を受けてるし、アフガーニ、ウラービー・パシャ、これムハンマド、これはないね、この辺。だから意外といろんなところで日露戦争の影響を受けているので、日露戦争の影響を受けてないものを答えなさいって言った場合には、日露戦争の前に起きた。だから04より前に起きたことっていうのは、この辺だね。これは日露戦争の影響をあまり受けてない。あ、ほとんど受けてないっていう、そういうふうに思っておけばいいんじゃないかな。と思います。よろしい。ちょっと邪魔だから一回どきますね。こういうふうにして、なんかうまく勉強するようにしましょう。人物は危ないし、組織も危ないので、まあ、それぞれになんか特徴があるってことは忘れないでください。もう一回見直しておきましょう。以上です。ね。それじゃあ、今回はこれでおしまい。とうとう次回は第5回になって、第一次世界大戦に入ります。第一次世界大戦前後。さっき言った同盟とか協商、あとはベルサイユ体制。あの辺ができるところまで少し話します。よろしいですか？頑張ってください。じゃあ終わりしましょう。しこらまさらば。バイバイ。暗いね。